どうも、母ちゃんです。っていうことで、今日はこの後ろにある吹きの塔を撮っていこうかと思います。で、3月に入ってきて、暖かくなって、もう春野菜の時期になってきました。まあ、僕ん家では吹きの塔が撮れると、まあ春来たなっていう感じになってるので、まあ吹きの塔が春の訪れを教えてくれます。吹きの塔の収穫の仕方だったりをこれから教えていきます。それでは、行ってみましょう。7月までにチャンネル登録1万人目指しているので、まだしていない方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで早速収穫していきます。で、根元で包丁を使って切ります。これめちゃめちゃでかい。これ地面で切っていきます。はい、吹きの塔の説明をしていきます。吹きの塔は春先の山菜として有名です。吹きの塔はこの吹きの花茎にあたる部分です。で、関東地方などでは2月下旬から3月頃に収穫できるようになります。吹きの塔は美味しいだけじゃなくて体にいい栄養素もたくさんあります。一つ目はむくみ改善効果があります。で、むくみ改善に効果があるカリウムっていうものが豊富に含まれています。で、このカリウムには塩分を排出する効果があり、むくみの改善や高血圧予防といった効果が期待できます。普段の食生活がコンビニご飯などが多い人はカリウムを豊富に含むフキノトウを食べて、体にある余分な塩分などを排出して体内デトックスをしてみましょう。はい、続いて2つ目がビタミン類が豊富です。フキノトウにはビタミン K やビタミン E、 葉酸といったビタミン類も豊富に含まれています。で、ビタミン類は体で生成できるものは少ないので、食べ物から摂取する必要があります。で、この中でも特に葉酸は意識して摂取しないと不足しがちなので、旬の野菜を食べるだけで摂取可能なので、フキノトウの嬉しいところだと思います。で、ビタミン類は肌バリア機能にも影響するので、美肌を目指す女性には特におすすめです。はい、3つ目が抗酸化作用が期待できます。で、フキノトウにはアルカロイドとケンフェノールが豊富に含まれています。で、この2つは抗酸化作用と抗アレルギーなどの効果も期待できるポリフェノールの一種です。アルカロイドには肝機能を高めて新陳代謝を促す効果があります。で、ケンフェノールには発がん性物質の抑制やウイルス性の病気を予防する効果もあります。で、フキノトウの独特な苦味はこの2つの栄養素があるからです。で、最後4つ目が便秘予防になります。フキノトウには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維という2種類が含まれてます。この成分は水分吸収しやすく、体内でゼリー状になって胃腸内を移動します。で、その際老廃物などを一緒に吸収して体外へ排出してくれるので、便秘解消効果が期待できるようになってます。このようにフキノトウにはたくさんのいい成分が含まれてます。なので皆さん、スーパーなどで見かけたらぜひ買って食べてみてください。僕が思うフキノトウで一番美味しい食べ方は天ぷらだと思います。まあ、ちょっと手間がかかるんですけど、ぜひ皆さん食べてみてください。はい、ということでカメラが倒れて今青空になりました。
はい、ということでこんだけ取れました。このカゴを2つ分ぐらい取れたんで、これから袋詰めしていこうかと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。